今日はですね、撮影会がありまして、今から撮影会に行きます。これあれか。今からここ左に曲がって、広島港に行きます。今日はね、ここで、いろはさんとかすみちゃんの撮影会があります。まあ、広島港、宇品旅客ターミナルです。まあ、広島の、まあ、港、玄関口になるんですが、よく見たら小さいですね。まあ、ここで今日、撮影があるんですが、まあ、ここは広島の南区宇品なんですけども、まあ、私の、小学校の頃の生まれ育った場所です。この辺はすごく詳しいんです。はい、皆さん、こんにちは。元気ですか、皆さん。私は元気です。皆さんもぜひ元気であってください。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、今回、動画をご視聴していただき、本当にありがとうございます。まあ、初めてご視聴していただいている方、できればチャンネル登録していただければ、撮影の励みになりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、いつものことなんですけども、今現在はね、OM-1 しか持ってないんで、OM-1 でとりあえず、いろんなものを撮ると。で、まあ、いろんなものを言っても、まあ、自分の好きなね、ポートレートとか、あと、まあ、自分の好きな、まあ、アイドルとかね、あと、まあ、自分の好きな、こう、スポーツ選手さんとかね、ファンのね、まあ、そういういろんな写真を撮ると。ただ、撮るにあたってね、もう何回も言っているんですけども、マイクロフォーサーズの、まあ、元オリンパス、今、OM デジタルソリューションズ。で、まあ一応こういうカメラを OM システムって言うんですけど、OM システムの OM-1。マイクロフォーサーズ。まあ、元ね、オリンパスですよね。元オリンパスの、まあ今現状は、そのオリンパスの中では最上位のフラッグシップの機械です。まあ、それが痛かったね、私もね。一応フラッグシップのをね、ちょっとやっぱり言うとかんと、ただ単にマイクロフォーサーズ言っただけだったらね、やっぱりいろんな種類がありますんで、オリンパスさんの、OM デジタルソリューションズさんのフラッグシップ。やっぱりそれに恥じん感じでね、私も、フラッグシップの OM-1 ではこれぐらいは撮れるんじゃということでね、撮影していった、まあ、その結果をね、こう、いろいろ YouTube とか Twitter でね、もしくは Instagram とか、あと、何です？あれですよ。もういっぱいあるじゃないですか、動画の。ちょっと今出てこんのですけどね、名前が。まあそっちの方に出してます。とりあえずまあ YouTube に出しとるんですけども、もう Instagram とかはね、ちょっとほとんど出してないです。Instagram はね、まあ出しても、フォローしてくれとる人も一人二人しかおらんじゃろうし、もう全然私もやる気になってないんで、Instagram はもう死んどりますよ。あ、TikTok か。思い出した。TikTok はね、ちょっとそれもまあ、本気にはなってないですよね。もう、ちょっと遊び半分でね、出してはいるんですが。まあ、YouTube は、ちょっと少し、本気にはなっとるんだけど、ただまあね、あまりに、チャンネル登録者数さんも少ないんでね、ちょっと、本気になろうが、半分趣味ではあるんですけどね。これを実益兼ねてやりよったら、
どうすることもできんよね。だからまあ、趣味でね、とりあえずやっております。今のとこはね。それで今回はね、ちょっと話長くなったんですけども、OM1 のマイクロフォーサーズで、曇りの日にポートレート写真。かすみちゃんその1。まあ、このかすみちゃんいうのはユープロスタジオいう、まあ、広島に、まあ、そういうところがあるんですけども、そこの、まあ、モデルさんですかね。で、まあ、一応写真撮らせてもらいました。今回初めてなんですけども、とりあえずね、マイクロフォーサーズのくどいんですけど、OM1 で撮りました。で、この日はね、曇りだったんです。曇りだったんだけど、まあ、曇りって真っ暗の曇りじゃないです。ある程度もう明るい曇りですけどね。まあ一応でも、青空じゃないです。もう曇りです。予定としては雨でした。この日は、予定は雨だったんです。雨、天気予報は。天気予報は雨だったんだけど、前日とかはね。前日とか見たら。で、わ、これ雨の中で撮らねえいけん、いうことになって。まあ、このマイクロフォーサーズ OM1 は、まあ皆さんもご存知のことだと思うんですけども、雨が降ったら、ね、得意中の得意ですんで、これはどんどん雨降ってくださいいうパターンの、雨降ろうがもう気にもならん、最高級のカメラですよ、これは。やっけね、前日予定雨なっとったんだけど、雨降らんかったからね、ちょっと悔しいなぁ、もうね、雨降っとったらな、このカメラが光っとったんだけどね、ちょっと、曇りになってね、雨が降らんかったです。これね、メリットまではデメリットもあるよね。雨がね、降ったらね、これ得意中の得意でもうずぶれ濡れになろうがどうしようが関係ないんだけど、ただ、そうなるとね、ISO を上げないといけないじゃないですか。まあ皆さんご存知だと思うんですけども、雨、曇りになってね、これ標準が ISO200 なんですけども、まあ最近 ISO100 でね、撮られてる方が、プロの方でいらっしゃるんで、まあ ISO100 がどうもいいみたいなんですけども、まあ一応推奨としては ISO200 なんですけども、何が言いたいかいのはね、雨は得意中の得意なんだけど、雨になると暗くなるからね、ISO 上げんといけん思うんですよ。で、ISO 上げるいうことはノイズがね、出やすくなるからね。ちょっと、メリットがやデメリットがあって、じゃあ、どうしたらええんかいうね、まあちょっと、すごいアンバランスではあるんだけどね。ただ雨の日はね、私何回も撮影しておりますんで、全然、まあ少々は大丈夫です。よっぽど曇ってね、よっぽどアイスは出ないけんようになるようなパターンになればね、ちょっとまずいんだけど、そうじゃなかったら、雨の日は全然問題ないです。まあ、保証はできるんですよ。個体差あるかもしれんので。私のは問題なかったです。でね、話長くなったんですけど、今回写真はね、とりあえず13枚ほど出すんですけども、サムネイルにね、まあ、隅の方に書いとったんですけども、もう正面から見て左の方にね、棒になりたいって書いとったんですけども、要はまあ、棒いうかね、あれ、鉄柱か、まあ、なんかね、電気のね、まあ、要は鉄柱ですよね。鉄柱なんだけど、まあ、めんどくさいけど棒って書いたんですけども、サムネイルに棒になりたいって書いておりましたんで、まあ、私が今から出す13枚を見てもらえば、その意味がわかりますよ。今回ね、すべて、今回かいつもそうなん、大体そうなんです、いつも。まあ、絶対じゃないけどね、大体。たまにいじるときもあるんだけど、すべて JPEG 撮って出し画像です。ロー画像はね、いじっていません。いじってません。全部 JPEG 撮って出し画像です。OM1 になってね、
前 OM1 と EM1 マーク3で、これ OM1 フラグシップの前が EM1 マーク3のフラグシップだったんですけど、あれと今回のこれの違いはね、JPEG をいじらんでもいいいう感じですね。まあ、絶対は言えんよ。絶対は言えんけど、前回の EM1 マーク3は、やっぱりね、JPEG はね、ちょっとこう、ローの方でいじった方がいい感じ。あんまり JPEG よりは、ローいじった方が良かったんだけど、今回のこの OM1 は、意外とね、もう私めんどくさいダリアいうのもあるんだけど、ロー画像はいじらんでもいいですね。まあ、いじりたい人はいじりゃいいと思いますよ。実際、時間に余裕があったらいじるときあります。時間に余裕があったらね、いじったり、わあ、これちょっと暗いなぁ思ったら、ちょっと明るくしたりとかね、ちょっといじることはあるんですけど、ロー画像はね。ただ、ほとんどいじってないですね。で、今回のはまあ当然、すべていじってないです。13枚とも。まあ当然ね、カメラがマイクロフォーサーズの OM1 で、レンズが ED75mmF1.8。これはね、ちょっと私すごい気に入っとるんですよね。何回も、ちょっとこれ、やっぱりいいね、思ってね。で、これは昔からもうずっと使っとるんだけど、昨日今日ね、この、今回初めてとか、昨日今日、ここ最近使い出したいうレンズじゃないんです。これはもう昔の EM1 マーク3とかね、EM1 マーク2の時だったかな。まあ、マーク2の時はどうやったか覚えてないけど、EM1 マーク3の時とかね、もう、ビシバシこれ使ってたんですけども、これ OM1 につけたらいいですよ。いいんじゃけど、やっぱりピントが合うのがね、早い時と遅い時がある。私はもうこれ使う分に関しては、まあ、ちょっと自慢させてもらいたい思うんだけども、とにかくスポーツ撮影から、ステージ撮影から、ポートレートから、女の子、ね、女性撮影はもう全部じゃないよ。これ使うことが結構あるんですけども、いうことはもうこれ使うのは得意中の得意なんだけど、このレンズはね、いいです。ただ、さっきも言いかけたんだけど、オートフォーカスが、ピタッとすぐパッパッパッパ合う時もあるんだけど、なんかね、遅い時もある。びっくりするぐらい早い時もあります。違いはちょっとよくわからんけど、やっぱ明るさなんでしょうね。F1.8 でその時の、そこの明るさ。もうその、ISO がね、200で、で、まあ、シャッター、どう言ったらいいかな。とにかく明るい露出がちょうどいいような状況というかね、ちょっと明るいというかね、プラス1か2か。ちょっと、0よりちょっと上、露出が。その時が、まあ、ゼロか、その、いい時は、もう、オートフォーカスが、もう、カメラ動かすと、もう、とにかく早いです。じゃけど、あらっていうのも、ちょっと遅い時もあるんですよ、オートフォーカスが。その時多分、露出が暗いんじゃないかな。まあ、ちょっと、もしくは、あまりにスポーツの動きが早いんか、まあ、ちょっと、手ぶれしてしまうのか、ちょっとそこら辺はわからんですけど、遅い時もあります。ただ、まあまあ早いです。ただね、やっぱり今言ったように遅い時もありますんでね、ピントが合うのが。うん。でね、ちょっとこれ欠点もあるよね、これ。ここのね、この、ちょっと私専門用語わからんのんだけど、カメラのね。これこう回るじゃないですか。ピント合わせね、マニュアルで。これがね、結構軽いんですよね。軽いんで、
OM1 とか、まあ、EM1 マーク3でもそうなんだけど、オートフォーカスを CAF もしくは SAF しとったときに、それにしとかんと、これ当たったら、あのね、要は CAF プラス MF いうのがあるんです。CAF プラス MF もしくは SAF プラス MF。知っとるとは思うんですけども、あのね、SAF もしくは CAF こんな感じですね。SAF シングル AF ね、あとコンティニュアンス AF、 ただ単にこっちだけの設定にしとったら、さっきのこれに当たっても全然問題ないんで、あの気にもなりません。ですけど、素早くちょっと MF を使いたい場合、プラス MF いう設定ができるんですけど、これしとったら、オートフォーカスでオートルにもかかわらず、ちょっとこう持っとるときに、ちょっと 手が当たったらこれがこう動くんで、ピントがずれる場合があります。要するにあのピンボケを招く場合があります。MF に切り替わるんです。これプロレンズじゃないんで、プロレンズはあの、出し入れして MF か、マニュアルか、オートか、あの、ピント合わせができるんだけど、これはね、あの、クラッチがついてないんで、ここも当たるか当たらんかで、MF になるか、オートフォーカスになるかすぐ変わるんで、ただ、さっきも言いましたけど、設定でこのプラス MF をなくしとる設定にしとけば問題ないです。これをある分にしとった場合は当たったら変わるいうことです。MF に。まあそれはその辺を用心してね、やっちゃったらいいと思うんですけどね。うん、ただね、プロレンズもね、皆さん知っとる人は知っとると思うんだけど、オートフォーカス、マニュアルフォーカスじゃなくて、オートフォーカスの方にしとっても、設定でプラス MF しとったら当たったら、MF になりますんでね。クラッチ関係ないですから、一切。だけど、あそこをプラス MF にしてなかったら、クラッチはね、関係してきますんで。プラス MF にしとったら、クラッチは一切関係なく、オートフォーカスでもマニュアルも変わります。当たったら。だからそこがね、完璧に理解しとかんと、まあ理解いうかね、頭で理解してもダメなんですよね、これ。まあみんなもね、わかる思うんだけど、車のオートマ、ね、マニュアル車乗っとるか乗ってないかと一緒で、頭で考えて、いや、今2速入れる、あ、今3速入れる、クラッチ踏まないけんとかね、そんな考えよったら、運転できんじゃないですか。何千回転なんてゲッチェンジ入れないけんとかね、そんなもんじゃないでしょう。もう体で覚えてるわけじゃないですか。それと一緒で、さっきのプロレンズはね、クラッチがあるなしで、内部の設定で全然違ってくるんで、そこをね、もう体で覚えとったらね、早い技ができます。ちなみに自慢じゃないですけど、私はそれです。プロレンズはプロだけが使うわけじゃない。素人の私もプロレンズを使いこなしておりますんで、まあ皆さんもね、知っとる方はまあ当然やられとると思うんですけども、知らん方はプラス MF かプラス MF じゃないかでね、このクラッチの機構が変わってきますんでね、練習しちゃったらいいです。まあちょっと話逸れたんですけどね。でまあとりあえずかすみちゃんのその1位を今から出しますんでね、近々その2を出しますんで。まあ、とりあえずその1を見てください。はい、これ1枚目です。で、これはですね、ちょっとライトを照らしてもらってるんですけども、ちょっとね、こっち見てくれてないんですけども、はい、これは2枚目です。
で、これもですね、こっちを見てもらってはないんですけど、これもライトを照らしてもらってます。3枚目です。で、これもね、まだこっち見てもらってないんですよね。目線を入れてほしいなぁ思ったんですがね。はい、これ4枚目です。で、これはですね、ライトはもう切って、ライトは照らしてもらってないんですけども、右側にですね、これ囲い込み、囲いのね、撮影、団体で撮影したんですけども、右側に、近くで映されとる方のレンズが映ってます。まあ、そのレンズに、かすみちゃんは目線を合わせております。はい、これはね、5枚目なんですけども、これはね、目をね、つぶって、うところを撮りました。これはね、6枚目なんですけども、先ほどの5枚目の目を閉じてるのとはちょっと違って、うっすら目を開けてきております。はい、7枚目はね、こちらに目線をくれております。それを撮りました。はい、で、8枚目はね、またね、棒の後ろに隠れたんですよね。で、まあ、これはね、全部ピンボケ状態にしております。はい。これはね、9枚目なんですけども、全部のピンボケから、指と爪、中指と爪、もしくは薬指の指と爪の方に、爪かな、薬指の爪か、まあ、あの辺にピント合わせてます。で、まあ、顔の方、後ろはボケております。これは10枚目なんですけども、先ほどの指のピントが合ってるのを今度は前ボケにして、後ろの瞳の方にピントを合わせてます。で、その後ろは、後ろボケなっとるね。前ボケと後ろとボケてます。で、玉ボケ、丸ボケ、この左後ろの方に、少し出てきてます。で、これは11枚目なんですけども、これは瞳に、左の、私から見て左の瞳にピントが合ってます。これは12枚目で、やはり瞳にピントが合って、指とかね、前の方、前ボケ、で、後ろボケ、ですね。で、これ最後13枚目は、こっちに目線を入れてもらいました。で、目にピントがあって、指とかはね、ちょっともうピントが合ってないです。これは F1.8 です。70mmF1.8 です。
右側の後ろの方、玉ぼけがちょっとあります。以上でとりあえず13枚ほど全部出しました。まあ、全部言うか、だから次回、まあ次回かその追加、まあまた近々かすみちゃんシリーズをその2をやります。まだ撮ってますんでその2をやります。そちらもちょっと見てもらえればいいんですけどね。一応 OM1 で撮ってますんで、これぐらいは撮れて、まあフルサイズよりは良くないかもしれんけど、それなりに撮れますんで、まあちょっと次回をお楽しみに。今日はご視聴ありがとうございました。